あ、でも最近思ったのがあの「ポケモン知らない」あー。ああ、ね。やもうありましたしその前日ぐらいにその私がトパンガの事務所に行くとこ時があったんですけどその時にハメコさんもポケモンしたことないしニャンシさんもなんかギリ知ってるぐらいで、うん、あびっくりしました本当に。 俺もも俺知らないよ。いや、おじです、それ。<laughs> <laughs> 完全なるおじです。にゃんじさんとかはねお、俺の世代なんすよ一番最初の。あれ、男全員やってましたけどね、ポケモン。あ<ー>あ。この中学生の男全員やってるぐらいポケモンやってたけど。はい、なんだ。うん、まったく、はい、もう本当に全く何にも知らない。あの、モンスターだよね。 <laughs> 小さいモンスターを小さいモンスターをその何主人公たちが呼び出し合うわけ <laughs> 呼び出し合うっていうかまあ召喚し合うって感じです召喚し合っ,って戦うん合ったら戦い合わせるんですけどどこまでやるの死ぬまでやるのそれえと死ぬっていうより倒れるですね <laughs> それカッコンと一緒ですはい倒れるまでるっていう表,表現でやってますああ 全然小さくないです何メーートルのモンスターもいますあそうなのはいポケってなんかちょっと小さい感じがしたんだよポケットモンスターじゃないのそうなんですよなんかの、うん、まあ力が働いてシュインってこうモンスターの箱っていうかボールに吸い込まれるんですよ、うん、そこに収納されるなるほどなるほどじゃあその別に小さいとは限らないんだ 限りません全然めちゃめちゃでかいのに基本でかい基本でかいですでかいです平均体重一トンとかあるんじゃないですかええ多分多分基本でかいですよ一トンは言い過ぎかなけどでかいですよなんそういや一トンなんて全然全然大したことないから一トンなんて全然大したことないカバーカバーはもっとあるでしょ一トン以上でしょカバーはえそうなんですか上の動物のカバなんてあれ一トン以上あるでしょ絶対ないかなトンあると思うわいつ一トンあると思いますうん一トンあるでしょ多分 ポケモン知らない王子王子判定ですね確かに、うん、なんか、だから、え、そうなんだ。え、ストーリーとかあるわけやっぱり。一応ありますあります。その、はい。例えばほら、ワンピースだと、こう、海賊王になるみたいな夢があるんじゃないポケモンマスターになりますね。マスターポケモンマスターになります。のモンスターをたくさん集めるとマスターになるの。例えば、なんかこの伝説のポケモンみたいなのがいて、そいつをゲットすると、はい はい、マスターなんのなんかねそのマスターの定義って私も結局わかんないんですけど、うん、なんか四天王っていうのを倒すととりあえずナンバーワンになれるプラス、うんえとね、捕まえていないポケモンを捕まえて図鑑を完成させるとかが、うんまあ、ポケモンマスターへの道ですかね。えーうん、あとマスターはいるのもうすでに。 あいると思じゃあそれにないっぱいそれになりたいってことなんだそうですで、まあ、ポケモンマスタートレーナー同士が戦って、うんまあ、どっちが強いか決めようぜみたいなことですね、えー、結構面白,いおも面白いですあのそのポケモン自体にも、うん、なんかこう性格とかがあって性格によって伸びしろが違うんですよ。気分やとかいいろいろなんか特攻 特殊攻撃とか特殊防御力が主に育ったりとか、うん、まあ普通に攻撃力が主に育ったり、うん、その代わり特殊攻撃は低いよみたいなでそういう性格を駆使して、うん、そのポケモンに合った性格を選んで育て上げるっていうのがマスターへの道。はい、ポケモンってあの、はい、そもそものそもそものところで俺知らないのが、はい、あれは アニメが本筋なのそれともゲームが本筋なのゲームじゃないですかたぶん。私はそうでと先はゲームですね。先はゲームなんだ。多分先はゲームです。で、今となってはどっちなのカードとかポケモンカードとかじゃで俺やったのありますね。うん。あります。どこにそのこうメインメインなのやっぱゲームじゃないですか。ゲームなんだ。と思います。うん。やっぱり面白い。うん。モン。 さすがにこの年からポケモンま勉強しようとは思わないけどなもう前板澤さんやってましたよめちゃめちゃ楽しそうにでも今,今やってんじゃないっさっきやってたよ配信あ本当ですかうん、うん、そう私も初代のポケモンは知らないんでめちゃめちゃいやこんなだったんだって思いながら見てます曲も結構いいですよね割と僕もうんうん、覚えてますうん、うん そうなのはい。あれ何でポケモンの話だったのあ、おじの話。あ、そうか、知らない、知らないとおじ。ちなみにポケモンで知ってるキャラとかって言いますえ、ピカチュウあ、だけですかポケカやったからね。あと、えっと、あんなか、えっとね。ピカチュウなんすよあとね、えっと、なんだっけあの、豚。 ピンクの豚。豚あ、豚じゃないかなプリンプリンじゃないか。プリンじゃないな、なんだっけプリンを豚というのはやばいです、さすがに。ピンクのなんか、弱いやついたんだよな。ピンクの弱いやつ。やどやどあ、ピッピだ、ピッピ、ピッピ、ピッピ。うん豚ってやばくないですか豚じゃないっけなんかピンピンクだから豚かなと思った。妖精、妖精。妖精か。ピッピ、ピッピ。ピッピと、あとピカチュウは覚えてる。 やばい本当いや面白いですね <laughs>、はい、ピッピーですかピピピピッッはいでもそう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 でも面白かったねポケカーはすごい面白かったあ<ー>大会に呼ばれてね、はい、出たんですよ僕はえすごいそう一から覚えて楽しかったよ、はい、なんか結構有名な人来てたよ締メ社長とかいたですよねあいた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  はじめ社長もいたしあのクイズ王の人もいたしええあと将棋のなんだっけ藤井えあのいや若い子ないわ藤井システムの方のそう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 藤井しうんとかびっくりしたあとはなんかそのポケモンのチャンピオンとかああなるほどもうなんかいろいろいたね他にも何かいたかなうんなんかそんな有名な人ばっかいたよへえーんやっぱりレアカードとかもあるんですかポケモンカードって レアカード,カードい,いやでもその当日使う時はもうその決められたものだよあそうなんだそうそうそう,そう決められたそのあれを開封その場で開封して、はい、まあだからいいのが入ってれば、まあ、勝ちやすいよねええ<ー>、うん、面白そう楽しそうそれはそこれに出て <laughs> うん負けちゃったけどねすぐあっ<ー>近く逃しちゃって 近くを逃す。ガチケット逃しちゃって。もっ <laughs>、うん、たいないかな。カードでもあるんだか近く。近くあったね。うん、逃しちゃって。逆転されちゃった。えー、うん,うん楽しそう。ああまあまあじゃあそんなところですか。